さすがのタラちゃん悪いから、俺に作りかけのパズルを受け取っておくれ、だってね。作りかけ新品にしろよ。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2023年5月13日土曜日の午後0時27分です。今日は土曜日なので、トタケキさんが広場で演奏されています。リクエストもお気軽にとのことですので、皆さんふるってご参加くださいね。それでは、本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、あれだな、リアルと同じ天気じゃねえか。今日ね、一日雨が降ったり止んだりするらしいんよね。傘もささずにめっちゃ走り回るやつ。おーさいな、今日も会えて嬉しいよ、だってね。おしゃべりしよう。お好み焼きって叫ぶとなんだか気合が入るんだよね。食べたいわけじゃないんだけどさ、だってね。お好み焼き、逆に気が抜けそうやけど、そんなことないのかい。そんな状態で聞くのはさ、あれじゃない、お客さん的にも酷やって。ちょっと屋根ぐらい用意していただきたいよね。おはよう世界、ご機嫌いかがですか。よう、話しに来たよ。今日はどんなことが起こるのかしら、ワクワクしますね。よう、そうかな、もう雨の時点で私的にはワクワクしないんだけど。よ、ほら、もうこれさ、トタケキが濡れる分には別にいいんやけどさ、お客さんのことを考えていただきたいよね。お、座る？おー、向かい側に。きっちり向かい側に座ってきた。さあ、それ以上、おー、今日はトタケキが来ているというのはいいよったけど、それ以外は何もないのかい。また私メッセージボトルを拾いたいんだけども、ないな、あっち側かな。なんか今日貝殻めっちゃ多くない？気のせいかな、いつもこんな感じやっけ。貝殻って意外とあれよね。あ、あった、意外と売るとお金になるよね。どこかの誰かさんへ。昨日島の中を散歩しながら DIY の材料を集めてたら素敵なレシピを思いついたんだ。僕しか知らないなんてもったいないし、作り方を教えちゃうよ。作る時には怪我に気をつけて。工作上手なカールより。カール、鳥かな、違う、引っ越し段ボール L。 お、覚えてないやつ。ふんふん、引っ越し段ボール L のレシピを覚えた。ってことで今ゲットしたのがこれだね、引っ越し段ボール L。 一個ドンじゃなくて何個かあるんやね。さあ、そしてもう家の前の埴輪たちが多くなってきたな、だいぶ。あ、プレゼントビオル。ごきげんよう、エナさん。ダフン、お話ししよう。お互い素敵な一日になるといいですよね、ダフン。ねえ、ほんと全然期待できないけど、もう天気的にもやっとお話できた。もう久しぶりすぎるよ。アイナくんたら島の中にいるのは分かってるのに、ちっともつかまらないんだもん。僕を見かけたら話しかけるっていうお約束を決めちゃうのはどうかな、弟子。いや、見かけたら話しかけてるんだけどね、こっちも見かけないんだよ。見かけないんだからしょうがないよね。待って、あ、ちょっと位置が、あー、これはよし。ピーコート、こんな感じ。あ、かわいいかわいい、よきよき。よきよき。でも髪色と被ってるからな、若干髪色変えた方がいいかなって感じだけど、でも可愛い。あゆなちゃん、話すの久々。なんか最近タイミング合わなくておしゃべりできなかったよね。微妙に寂しかったんだから。あは、微妙ぐらいだったら大丈夫だよ。
この季節ってさ、あの季節限定の取れるものって何？5月よね。5月ということは、え、なんだろうか、タケノコ？え、でもそんなん落ちてないよね、全然。山の方に行ったらあるのか。なんか家の周りめちゃくちゃ散らかしとるみたいな感じやけど。あ、私があれやん、喫茶店に置いとるやつやん、これ。え、今回はあれかな、なんか特にこれ持っとったっけ、私。買っとこう、ピクニックバスケット持っとったかもしれんけど、買っちゃいます。そんな高いもんでもないしね。これは買っとったような気がするんよね。よし、じゃあこれで、ありがとうございました。さあ、それじゃあちょっと爪吉のところに行って、また美術品でも買ってこようかなと。いや、こないださ、あの美術品のコーナー久々に見に行ってさ、あまりにもないなと思ったけん。オーケー、到着しました。私はここでスタンバイしてますから、お帰りの際は声をかけてください。了解です。さあ、久々だな。どうも。やあ、アイナさん、遊びに来てくれて嬉しいよ。ぜひゆっくりしていってくれたまえ。了解です。どうも。おー、アイナ元気そうで何よりじゃ。して、このわしに何か用かな。いや、特に用はないんすけどね。前回見たときなんか変な仮面みたいなの被っとったよね。あれは一体何だったんだっていう感じやけど。これはこれは、どうもアイナさん、ようこそいらっしゃいました。ささ、どうぞ。古今東西の珍しい品ばかりですよ。じっくり選んで決めてくださいね。さて、え、でかさが半端ないな。この二択ってことやろ。え、でもさ、え、どっちもこんな感じじゃない？違う？え？え？どっちもこんな気がするんやけど。あ、足元こんなんじゃなかったかな？何この足元。そんな台座みたいなのがあったっけ？それか、そんなタオルみたいなやつ持ってなかったんかな？じゃあこっちにしよう。いやいや、お客さん、今日は美術品をお探しですか？その美しい彫刻、私の一押しです、一押しなんですわ。なんといってもオーラが違いますからね。そんだけの名作がいくらやと思います？いやー、信じられへんやろな。ここだけの話、今ならたったの4980ベルなんですわ。どうです、お客さん。おー、これもこんな感じやった気がするよね。手が反対とかないよね。買っちゃいましょう。毎度あり。ではお代金の方頂戴します。どうもどうも。はいはい、確かにこれでもう美しい彫刻は紛れもなくお客さんのもんですよ。作品は後ほどきっちり梱包してご自宅まで送らせてもらいますんで、楽しみに待っててくださいね。毎度お気に。でもあれなんかな、常吉は別に騙そうとしてるわけではないんかな。本物もあるってことは。だって本物を騙そうとしとんやったらさ、本物をその値段で売るっていうのはもう全く常吉は得せんわけやん。どうなんやろうね、悪意あるんだかないんだかよくわからない。いらっしゃい、ゆっくり見てってくれよ。そのシャンクのところは結構かわいいのがある。え、クマのリュックかわいい、欲しい、普通に欲しいです、買います。さすがにもうリアルでこんなのをねつけることはないけど、小学生ぐらいやったらつけたかもしれん。背負う背負う、こんな感じ。え、めっちゃ可愛いやん。ちょ待って、横から横から、え、見て、こんな感じ。え、めっちゃ可愛いんですけど。なんか私に狐の耳が生えたみたいな。え、めっちゃいいね。
超いいね。やったよ、もう私は満足だ。とてつもなく満足だ。初めて見た、かわいい。どうも。あら、いらっしゃい。ゆっくりしていってね。いらっしゃいっていうけ、またなんかカットしてくれるんかと思ったよ。そういうことではないのね。はい、どうされますか。帰りたいです。アイノ島に帰るんですね。はい。いや、後ろ姿がキュート。ありがとうございました。なんかめちゃくちゃいい感じに色味はすごい合っとる感じするよね。みんな聞きに行かないの、トタケケの曲。雨で体が冷えないようにお互い気をつけたいですね。ダフン、話しに来たよ。一徹さんのお家に遊びに行ったことはありますか。あるよあるよ。めちゃくちゃ純和風な感じのね、家具の選び方やお家の雰囲気に一徹さんらしさが出ていてなかなか素敵なんですよ。ダフン、それは確かに。さっきまで背負っとったリュックハンナちゃんにあげようかな。こんな天気の日こそ気合が試されるんだよ。だってね、これあげます。おや、一体何をくれるんだい。だってね、ドライサックどうぞ。おや、ドライサックじゃないか。こういうプレゼントあまりもらう機会がないから新鮮でいいね。あんたの気持ちがっつり受け取ってよ。ありがとう、あゆな。だってね、さすがにタラじゃ悪いから俺に作りかけのパズルを受け取っておくれ。だってね、作りかけ新品にしろよ。いや、まあ私のも中古やけど。でもな、作りどうしたの、完成させれなかったの。作りかけのパズル、ちょ見して見して。なるほどね、あとちょっとやんか。頑張れよ。頑張って作れよ。それか一回ぐらい完成させてからまたバラバラにしてくれればいいのに。ね、それやったらまあもう一回作ったけいいんかなって思うけど。私パズルってなんか何回も遊びたい早けんさ、パズル完成したけん額縁に入れて飾ろうみたいなのないんよね。え、結構パズル飾っとる人とかおるやん。あ、これじゃね。うわ、あった。まあいいけど、何個あってもね別に困るもんではない。うんうん。え、やっぱり別に季節限定みたいなもの何も落ちてないよね。ないのか。晴れの日じゃないとないとかある。まあ、まずこの季節に何が限定なのかをちょっと私は把握できてないんだけど、勝手にタケノコかなとか思っとった。タケノコって秋かな。え、わからん。わからん。まあ、私野菜とかの旬とかも全然わからんけんな。ほい、ということで、まああれをね、美術品が届くのはまた後日ということなので、よし。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。そっか、パニーさんの島に行った時に爪切ってから帰るのは2択ってことなんか。でも2分の1でちゃんと本物ってことやろ。やったら高確率よね、島に売りに来られる時よりも。でもな、どっちもなんかよくわからんかったな。ダビデ像はやっぱタオルみたいなの持っとるのが違うんかな。わからん。